さんこんにちは、パチンレこと早乙女たまきです。さて今回の13時間はなんとあいにくの雨です。今回のね、担当の監督の回になるとなぜか雨が降ってしまうというね、現実があるんですが、まあ、雨にも負けず、ね、張り切って頑張りたいと思います。そして今回お邪魔するホールは埼玉県戸田市美女木の新大宮バイパス沿いですねにありますこちら、パーラー美女木さん。こちらで平和の、CR 月光仮面 DS を体感いたします。こちらのホールはですね、約1年前ですね、私がアッパレ応援団を打った時にお邪魔したホールなんですが、まあ、今回ね、その時以上に月光仮面ね楽しみたいと思います。また皆さんもね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですがね、この月光仮面、私の中ですごくかっこいいイメージがあるんですけれども、まあ今回の CR 月光仮面はなんとコミカルなね作りになっているらしくて、まあ、ことわざなんかもね出てきて、まあ思いっきり楽しめるんじゃないかなと思いますが、前回都物語で負けましたので、そのリベンジも兼ねて頑張りたいと思います。それでは早速行ってきます。ここパーラー美女木さんはパチンコ台をメインにラインナップされており、朝早くの地元の常連客に賑わっていました。テレビ界のヒーロー月光仮面がパチンコになって帰ってきました。正義の味方としていろいろな事件を解決していくのですが、内容はかなりコミカルな作りになっているのが特徴と言えるでしょう。4つのステージから構成され、その中で起こるトラブルを月光仮面が笑いを振りまきながら解決していきます。ぜひ一度この不思議な月光仮面ワールドを体感してみてはいかがですか。はい、というわけで、今回私が体感する主はこちら月光仮面ですがね、どこの誰だか知らないけれど誰もがみんな知ってるね、このフレーズはもう昔からこう耳に焼き付いてるし、やっぱりねこのデモ画面見てもなんか面白いフレーズがいっぱい出てきてるんで、まあ、私もちょっとね早く打ちたくて仕方ありません。というか、まあ、前回のねリベンジも兼ねて今回のね月光仮面に敵を取っていただきたいと思いますので、それでは実践スタートします。さあ、いよいよ始まりました。今回はスタッフに予習してこなくてもいいよと言われただけに、その意味は何なのかちょっとワクワクしています。またやっちゃったという感じです。14回転でいきなり格変です。
19。いや、また久しぶりのスタートダッシュを切ってしまいまして、まあ本人の私がびっくりしております。当たるとは思ってなかったし、ストロークを探しているところだったから、456ほい、超拳銃チャンスで確変に昇格です。でも素直に喜べないのはなぜでしょう。ありがとうございます。早くも本日3回目の大当たりです。しかもまたもや確変です。大当たり中にはいろいろな標語が出てきて、それを読んでいるとあっという間に大当たりが終了しちゃう感じがします。
箱をいただけますでしょうか。ロケットダッシュしちゃいましたよ。ありがとう。本当にロケットスタートです。4回目の大当たりも格変でした。この時二丁拳銃チャンスで通常の弾が行ったのに確変に昇格しました。にもかかわらずどうしたんでしょう。あれ、確変に気がついてないみたい。なんか考え事でもしてたのかしら。パッと落とすとかそういうのって普通の人もそれも普通でしょ。
ほら、こればっかりね。6回目の大当たりも確変です。どこまで続くのか。でも先は長いので今のうちできるだけ球を確保しておけば安心です。地面に落ちている犬のうんこを拾い上げて、そのまま独特の華麗なフォームで回転して返球。やだ、何これ。お、金の火柱だ。火柱とオーラだ。やだ、うんち投げてる。7回目の大当たりは残念ながら格変に昇格しませんでしたが、とりあえず前半戦だけは追加投資しなくて済みそうです。5連チャン以上すると最後の通常大当たりの時に歌詞が入った曲が聴けるようになっているそうです。番組でお聞かせできてよかったです。帰りましょうって、これマジで社会問題ですよ。
置いていく人の神経がよくわからん。私は同じね、ワンちゃん飼ってる者として、うちの駐車場でしないでよみたいな。車乗るとき、ぐちゃって踏んだときのあの気分分かりますね。え、例えば家の玄関の前とかで、ちょうど私が玄関出ようとしたときに門の前でしてたから注意して大喧嘩になったことがあったしね。ほんと昔あった、忘れもしない。何年前だろうな、あれ何年前か。もうクリスマス出かけようとしたときにね、気分悪かったね。その時月光仮面のおじちゃん飛んできてくれなかったから一人で戦ったけどね。喧嘩になるから言ったの、あ、ビニールをお持ちしましょうかって言ったの。そしたら、いや、いいです、後で取りきますからって行こうとするから、ちょっと待ちなさい、ちょっと待てってね、大喧嘩よ。ダメなら切れるとね、ダメなのよ。切れるまで時間がかかるんだけど、プッチーンって切れるともう止まんないから、ちょっとここ座んなさいみたいな話になってくるもんね。まあ私を怒らせたら怖いわよ、分かってる嘘よ、怖くないわ、優しいお姉さんは好きなんだけど。どう、訪問販売
打たなくていいからねって言われて期待してきたんだけど、期待以上かもしれない。言ってる意味が分かったみたいな。きつい。お金が入らない。お金が入らないことある。こうやってさ、入れるときにさ、ね、出てきちゃうか、もうこれはやめろって神様が言ってるのかなとかさ、自分で、そう解釈するときあるよね。あれ入っちゃった。なんとまあ、時短終了後28回転目に再び大当たり。しかもまたまた格上に昇格しました。素直に喜びたいところなんですが、また不安が減るかもしれない。9回目の大当たりも確変でした。今日はかなりついてるみたいです。
ップ編中47回転目に10回目の大当たり。しかもまたもや確変昇格です。嬉しいけど複雑な気分です。1回目の大当たりは通常でした。しかしこれだけ出玉を確保すればもう追加投資は避けられそうです。迷惑スモーキングマン初めて。
キブリもこの辺にいるし。っていうかゴキブリで思い出したけど、もうね、私の一番世の中で嫌いなものって言ったら虫かもしれないのね。っていうのも、突然雲でも虫でもパッて突然目の前に出てこられるからダメなわけよ、私的には。でもゴキブリはね、もう慣れちゃったっていうか、私がアメリカに住んでた時に、寮に住んでたのね。そしたらもう隣の入り口入って3部屋あって、みんなでこうルームメイトに住んでたんだけど、まあ、もうすごいのよ。夜中ドドドドドって来られて、たまきたまきっていう音を起こされるわけ。そうするとね、部屋にゴキブリが出たから退治してくれって隣の部屋から言われて、こんなでかいわけよ、アメリカのゴキブリって。おーでもうスリッパ持ってってバンバン叩いてね、やっと潰れるぐらいカチカチのゴキブリでね、それで慣れた。もう慣れてまあゴキブリもそうだけどさ、こうやってお父さんがね、好きで結婚したお父さんがお尻ボリボリ書いてああいうふうに横になってたりしたら、そりゃあみんな今の奥様っていうのはね、ヨン様の方行っちゃうよね絶対。お互いに問題があると思う。お父さんがリラックスしてる横でさ、ギャー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 掃除かけるんだってさ、なんでしょう、妻としてっていうかさ、亭主元気で留守がいいっていうのはちょっと私はね納得いかないね。ですよ、今のところ初当たり3回とも確変なんですよ。パチンコの神様に感謝です。
んかね、ドロンジョ、ドロンジョにお任せ、あれが蘇るわね、なんか、あの銀座での出来事が蘇るわ。なんだか、スタッフの呆れた顔が残像に残ってトラウマになってるんだけど、私。今回はワンセットみたいですね。さすがに銀座でドロンジョ打った時のようにはいかないみたいです。私やっぱりね、下皿がここにある台が好き。やっぱないとなんか嫌だ。そう思いません皆さん？なんか嫌だ。ありがとう。
やりたいのね、ガラジャラジャラジャラ。
今岩皿を打ち切りまして、まあ、なんとこんな感じで回り始めました。最初のスタートダッシュはどこへやら、まあ、まだ足元にはこれだけのこっち側もあるのよ、ちゃんとね、こっち側もあって 1,2,3,4,5,6,7,8 箱、足元にはあるんですが、まあちょっとこの辺でね充電しないとカラ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 いっちゃいそうな気がするんで、まあ充電時間もね前半戦終了間際ということで、まあ、ここで、パワー充電のためも兼ねて前半戦を終了したいと思います。はい、というわけで前半戦が終了しました。まずこちらですね、前半戦のデータを見ていただきたいんですが、なんとまあストロークを合わせてるうちに1500円でこの7連チャンしましてね、まあ、私自身もびっくりしました。そしてまあ終わってすぐですね、もう本当100回終了してすぐでまた格変を引きまして、引きましてというか格変に昇格して、まあなんと初当たりすべて格変、そして大当たり回数13回ということで、まあちょっと久しぶりやっちゃったかなという感じもするんですが、前半戦終了時になんかね来たんですよ、まったりモードがこう入ってきたなと思ったんで、まあ時間も時間だったっていうこともあって、まあ充電することも兼ねて、前半戦終了となったわけですが、あそこまでねグワー来るとグワーが怖いわけですね。まあ、後半戦もしかしたら全部いっちゃうかなっていう気もありますし、まあ、覚悟もしておりますが、打って打って打ちまくって、頑張りたいと思います。また私が今回体感している月光仮面もね、なんて表現したらいいんだろう、ある意味くだらなすぎて面白い、もうねあの発想、あのなんていうのかな、開発のね人のね愛を感じる、そして今のその社会現象ね、小さなことからなんか表現してるね面白い題だなと思いました。まあ、こういう題がねまたいっぱい出てきてくれればいいんですが、まだまだね見てない演出もねちょろちょろとあるかと思うんです。まあ6割7割方はねお見せできたかなと思うんですが、まあ、後半戦もね皆さんに楽しさをお伝えすべく頑張りたいと思います。まあ、少しは余裕がありますがちょっとこれが怖いのでね、気を引き締めて頑張りたいと思います。後半戦もお楽しみに。パチンコ大好き早乙女珠姫でした。